まです。お疲れ様です。はい、私は着ぐるみを出したいみたいな茶色のこのキャラがやっぱりあのキャラなんですけど、うん、メンバーの衣装をこういうちょっとアニマルチックなこもふもふをつけたいというボロンゴのなんだミーアキャットがここに顔があるみたいな。ああ、そのさっきのデザインの形の顔がここについてるみたいな。はい、かわいい目がいいなと思ってます。ポップかわいい。なんかメンバーによってはもうちょっとこのふわふわ具合が少なくてもいいかもしれないんですけど、私はもうプリプリで。プリプリ、はい、おはようございます。おはようございます。あ、頭もついてる。超かわいい。これ耳ついてますか？そう、一応だ、こいつの耳。あ、かわいい。超イメージ通り、はい、ありがとうございます。ポップでキュートの感じがいい。ああ、テーマパーク的な。ああ、そっちよりの可愛さの方がいい。メインの衣装ここ着たからもう。うちも着たから。なぜ写真撮ってないよね、さっきの。撮ればよかった。くっそ面白かったのに。あ、でも映像に残った。あ、映像に残った。あ、そっか。結構おもろかった。めっちゃおもろかった。みんな着るんだよ、私のチームそうだね。そうだね。私意外と似合う。みんなに合わせるから。メイン。はい。おぉ。え、かわいい。ファスナー後ろで。ファスナー後ろで。え、すごい。すごい。キャここがやっぱ他のアイドルとは一線を隠している。ここ膝細これモフモフにしてるからや。衣装に散りばめられたキラキラがやばい。可愛すぎる。OK。 ありがとうございます。もうポスターのイメージこう。そうで、ボーロングここにいっぱい。はい。OK、行きます。はい。はい。長い。手が長い。行きます。すごい。糸引きボロンゴ。ここからビームが出る。私もでもビーム出せそうじゃん。出せそう。すごい。めっちゃ糸。最後は。楽しそう。いや、めっちゃ嬉しいです。なんかイメージをお伝えして、こういう感じでこういう感じにしてほしいです、このブロンゴの顔をつけたいですとか、なんかふわふわをつけたいですとかは伝えてたんですけど、それをなんか汲み取って膨らまして、なんかめっちゃキラキラの素材とかも使ってくれたりとか、このふわふわのパニエとか、この足とかも全部作ってくれて、本当にこんな衣装を着れる日が来ると。で、このふわふわがマジで可愛すぎます。ポフポフ、なんかもういっぱいいろんな素材が組み合わされてて、この襟とかはすごいキラキラのレースみたいな反射してキラキラするものを作ってもらったりとか、ここはキルティングのモコモコの素材を使ってもらって、これがすごい何重にもちょっとあんまめくるとあれなんですけど、これいろんな布をすごい重ねて重ねてもらって、ボリュームを出してもらってます。めっちゃ可愛い。これ振るとめっちゃ揺れるんですよ。で、お腹もちょっと出るんで、そこ要注意。一番細いところが出るんで結構大丈夫ですよ。耳つけてくれて、なんか最初に相談した時に、なんか耳とかつけたいけどちょっとなんか取れちゃいますよねみたいな、ライブ中だとっていう話をしたんですけど、そしたら帽子にこう耳をつけてくれて、すごい嬉しいです。全てはボロンゴのために。ボロンゴ
ロンゴのためだけの衣装です。ビーバーボロンゴがいる遊園地みたいな、なんでこのボロンゴをあしらった、これキャストさんの衣装って感じです。で、テーマパークへようこそっていうイメージで、セットリストまだ細かく決めてないんですけど、そういう感じになるようにこううまく作れたらなと思ってます。みんながみんなふわふわじゃなくてもいいかなって思ってて、なんかモコモコの短パンとか、なんかちょっとスカート丈に差があったりしてもいいなって思ってるので、みんなに着せたいこのボロンゴの衣装みんな一回は鏡で合わせてました。あ、これですか、これボロンゴ。え、嬉しい。なんかボロンゴ、こういうのふわふわってやっぱ絶対みんな心惹かれると思う。モコモコ、あと絶対触らせたい、みんなに。超モコモコです。もろいってでもさ、メイが優勝したらこういうことやろ。でもメイが優勝したらこれになるってことですね。なんでおもろいん、そんなにすごい。私が皆さんに世界一楽しいテーマパークをお届けするので、ぜひ私に清き一票をよろしくお願いします。